ヘイローはバンジースタジオによって開発され2002年にマイクロソフトより発売されたヘイローシリーズの第一作目となる Xbox 用ゲームソフト。略称は公式、非公認問わずヘイロー1と呼ばれることが多い。また、Windows および Mac へのいくつかの追加要素を加えた移植版ヘイローコンバットエボルブがそれぞれ2003年と2004年に発売された。 移植版の開発はオリジナルの制作元であるバンジースタジオではなく Windows 版をギバ b ク x ソフトウェア社が Mac 版を m a c ソフトゲームズ社が言った Windows 版への移植に伴い最大16人まで同時に対戦できるネットワークモードが追加されたただしネットワークを介した協力プレイモードは搭載されておらずユーザー制作のマップにも対応していない また、XBOX 版では DVD 規格のディスクにてソフトが供給されていたが、Windows 版では特殊な圧縮技術を取り入れることで CD-ROM でのソフト供給を可能とした。あとに、Windows 版では製品の CD キーを用いてインストールするネットワーク、対戦専用の Halo Custom Edition が別途インターネットで配布され、ユーザー制作のマップや協力プレイが可能となった。 ただし通常の製品版と CE ではサーバーの仕様が異なるため製品版では CE 用のゲームサーバーには接続できず CE 版では製品版のゲームサーバーには接続できない。また CE の発表や配布はあまり大々的に行われていないため知名度も低い状態である。このヘイロー1を完全小説化したヘイロー・ The Flat び ヘイロー1とヘイロー2をつなぐヘイローファーストストライクが出版。日本語版はトゥーブックスより発売。2011年11月15日に本作の発売から10年を記念しての HD リマスターヘイローコンバットエボルブアニバーサリーが発売された。制作は343インダストリーズ。XBOX、PC 版の質感そのままのオリジナルと オブジェクトの質感や光源処理がよりリアルに向上したリマスター版の2種類のゲーム画面表示の他にもキネクトに対応しデータベースのヘイロー辞典を完備しているなど追加要素も多く収録している基本的なゲームシステムはごく一般的な FPS と大差はないが当時の FPS と比べて以下のような特徴があるアンスクの武器地球軍の武器は一発の破壊力が高いが 物理的な攻撃に対して高い緩和能力を持つエネルギーシールドを持つコブナントに対して効果が薄く常に劣勢を強いられる原因となっている。同種の銃器か対応する弾薬を拾うことで手持ちの弾薬を増やせる。大半の武器は発砲とほぼ同時に着弾するため使いがあってが良い。また、ほとんどの銃器は発砲ボタンを押しっぱなしにすることで連射モードになるが、 連射モードよりも一発ごとにボタンを押し直した方が命中精度が高くなる。コブナントの武器コブナントの武器は生身の相手に対して高い威力は期待できないが、コブナントの兵士が使うエネルギーシールドに対しては高い攻撃力を持つ。原則的に弾薬がバッテリー式で落ちている同種の武器からエネルギーを回復させることはできず。 エネルギーがなくなったら落ちているものと交換することしかできない。また発砲から着弾まで時間がかかるため扱いが難しい。フラットに対しては威力が劣るためおすすめはできないがセンチネルに対しては効果が高く最終面で重宝する。ゲーム中にプレイヤーが操作可能なもの。いずれも操縦席部に乗っているパイロットを攻撃すれば大きなダメージを与えられるが、 素早く動くためそれ以外の箇所に命中するとあまり大きなダメージは期待できない。しかしエイリアンの持つプラズマ系の武器を使えば正確に運転者を狙わずとも適当な場所に命中させてエネルギーシールドに対して大きな効力を発揮させることが可能である。またキャンペーンモードではコブナント側の乗り物に 耐久力が設定されており、攻撃を受けるごとに破損して、最終的には乗組員を巻き込んで爆発してしまうが、マルチプレイヤーモードでは乗り物が破壊されることはない。加えて、敵が乗っている乗り物にしがみついて奪い取るシステムは、ヘイロー2以降に追加されたものであるため、乗り物に乗っている相手を近接格闘だけで倒すことは不可能である。2552年。 人口の爆発的増加により地球には人類が住める場所すらなくなっていた。そんな矢先、高速移動が実現し地球人は本格的な宇宙開発に乗り出すことになり、科学研究と軍事開発に重点を置いた惑星、リーチと大型宇宙船の建造を主な業務としたヤードを中心に人類の手はより幅広く外へと伸び始めていた。 しかし32年前、植民性、ハーベストが、他星との連絡を絶った。戻ってきたのは、激しい戦闘の爪痕が残る、宇宙船が一隻のみ。惑星ハーベストは未知の複数種族からなる軍勢の襲撃で壊滅していたのである。敵の名は、コブナント。それは、人類史上初めての他の知的生命体との遭遇でもあった。コブナントは、人類を、 神を冒涜するものだとして一方的に攻撃を開始、科学力の差から人類は多数の植民性を壊滅させられてしまう。事態を重く見た政府は人類の本拠地である地球の場所を特定されないために不要意に船舶を地球に近づけることを禁止するコール条約を制定した。その頃、惑星リーチでは太古部南トの極秘部隊スパルタン2が開発、 編成されていた。敵であるコブナントの技術、エネルギーシールドを盛り込んだ特殊スーツで身を包み、強力な戦闘能力を持つ特殊兵士である。彼らはコブナントに対して絶大な力を発揮したが、それでも敵軍に対しては大勢に無勢であり大きな損害を被ってしまう。大きな勝利と莫大な損害を被って、 惑星リーチに帰還したスパルタン部隊であったが、コブナントが惑星リーチへ向かっているとの方を受け継い劇に出発。しかし結局生き残ったのはビンワン艦長で知られる、キース率いる戦艦、オータムと、それに乗り合わせた一人のスパルタン2、通称、マスターチーフのみとなってしまった。窮地に陥ったオータムだが、少しでも地球から敵艦隊を遠ざけようと自ら、おとりとなり、 行き先不明の地点へとワープを開始する。オータムがワープから出たその瞬間、目の前に謎の巨大なリング上惑星が姿を現した。敵の必要な攻撃に沈没寸前だったオータムは乗組員に退避を発令、リングへの上陸に活路を求める。急遽、コールドスリープから目覚めさせられたマスターチーフに対し、キース艦長はオータムの AI であるコルタナの死守を命じた。 コルタナは高度な知性と戦艦の運用機能を持つだけにとどまらず、地球の位置を含むあらゆる情報を有しており、彼女がコブナントに奪われることは、地球の滅亡を意味しているのだ。それは同時にマスターチーフも、また己の生命を死守せねばならないことを意味していた。今や、地球の命運は事実上、マスターチーフとコルタナの手に委ねられていたのである。かくして、マスターチーフは、 コルタナを自らのスーツ内に移し、脱出艇で環状惑星ヘイローに不時着する。広大なヘイローの大地にはすでにコブナントの姿があった。チーフは捕虜となったキース艦長を救出するため生き残りの海兵隊を集めてコブナント艦を強襲する。助け出した艦長の情報によりヘイローが古代種族フォアランナーの建造した強力な兵器だと知った。 チーフたちは、コブナントに先がちこれのダッシュを計画。コントロールセンターへと向かう地図を手に入れるため、マップルームのある島に総攻撃をかける。マップルームの制圧に成功し、コントロールセンターに向かうチーフたち。リングの気候制御が効いていないのか、雪の中にそびえるピラミッド状建築物の頂上に、それはあった。すでにコブナント軍が全面展開していたものの、チーフは、 海兵隊の生き残りと協力して、コントロールセンター内へ侵入、コルタナをヘイローのネットワークにつなぐことに成功する。しかし、そこでコルタナが得た情報は恐るべきものだった。艦長を止めろというコルタナの声に従い、彼女をネットワークに残したまま艦長のもとに向かう、チーフ。ジャングルの奥にある、フォアランナーの遺跡に潜入し艦長らの足取りを追うが、 そこで見つけた海兵隊員の残したビデオログに映されていたのは、寄生生物、フラットに次々と襲われる艦長や海兵隊員たちだった。知的生命をホストにして増殖するフラットは、人間もコブナントも見境なく襲う。蜜が燃えの戦いとなったジャングル内の遺跡から脱出するチーフだが、そこに突如現れたのが、兵路管理ユニットである人工知能。 343ギルティスパークだった。ヘイロー管理システムを名乗る。それは、フラットの拡散を止めるためには、ヘイローの軌道が必要だと語る。その言葉に従い、ヘイロー軌道の鍵となるインデックスを手に入れるチーフだが、軌道直前、コントロールセンターで待機していたコルタナが静止をかける。ヘイローの機能は、フラットの繁殖を抑制すること、すなわち、フラットのホストとなる。 知的生命体を銀河全体から消滅させることだった。悪びれもせずその事実を認めるギルティスパークは、ヘイローの破壊を決意するチーフらに対する攻撃を開始する。巨大なヘイローを破壊する方法は、ただ一つ、戦艦オータムの各融合炉を爆発させること。コブナントとフラットが入り乱れる戦場を駆け抜け、時間稼ぎのためにパルスジェネレーターを破壊するチーフ。 時間的余裕を稼いだチーフは、キース艦長から、オータム核融合炉軌動のキーとなる、インプラントチップを手に入れるため、墜落したコブナント艦を捜索する。しかし、艦長はすでに、フラットの餌食機となっていた。団長の思いで、元艦長だった、それを打ち倒したチーフは、不時着した戦艦オータムに突入する。人類とコブナント、そして、 ヘイロー管理防衛システムはフラットをめぐって4つ、もへの戦いを続けていたが、その目的は同じだった。すべての知的生命体の敵であるフラットの拡散防止。それはヘイローの破壊という方法をもって達成された。オータム核融合炉を起点として爆発が広がり、その形を失うヘイロー。崩壊するリングを、 毎一発で脱出したチーフとコルタナだったがその周辺に生命反応はなかった。犠牲はあまりにも大きかったが、フラットの増殖はやみ、ヘイローの軌道による知的生命体の全滅は免れた。オータムからの脱出知られざる大地らわれた艦長カートグラファーコントロールセンター第2の敵インデックスの秘密ハロの防御システム艦長の奪還ハロの最後、ビギナー、ノーマル、 アドバンス、レジェンドの4段階。高難易度になるにつれ、以下のような違いが生じる。本作に登場する敵は3つの勢力に分類される。コブナントコブナントは、宗教的に結びついた様々な種族の異星人により構成される、同盟である。本作では、完全日本語吹き替えであるが、コブナント側は、オリジナル版のまま英語、もしくは、理解不能の言語で喋っている。 なお、続編である、ヘイロー2、ヘイロー3では演出の都合上、コブナントにも日本語の吹き替えが施されている。なぜ、地球外生命体である彼らが人類の言語を理解しているのかは不明だが、小説版では、アンスックがコブナントの言語を翻訳するソフトウェアを使用している。加えて、劇中では、コルタナがコブナントのコンピュータをハッキングして、 情報を閲覧している発言が見られ、技術水準は人類と同等、もしくは高水準ではあるものの、多少なりとも似通った、ある程度の互換性すらも感じられるものが使われているようである。フラットフラットは本作の第二の敵対勢力となる、既成生物である。フラットは、その形態に応じて三つのタイプに分類される。ハロ防御 システムギルティスパークが操るヘイローの防御システムの一部。太古の昔、はるかに知能が高かったとされるフォアランナーによって生み出され、フラットを解放しないよう命じられている。以上の敵対勢力に対して、プレイヤーはアンスク海兵隊と協力しながら4つともへの戦闘を繰り広げることになる。XBOX 版のマルチプレイヤーモードは、 Xbox Live によるオンラインプレイには未対応であり、スプリットスクリーンでは4人、システムリンクを利用すれば16人までの対戦が可能となっている。一方、Windows 版と Mac 版ではオンラインでのマルチプレイヤーモードに対応している。さらに、Windows、Mac 版には下記のマップもある。Halo のストーリーは SF そのものであるが、 ゲーム中の楽曲に用いられた楽器は、シンセサイザー等の電子楽器よりも小楽器や打楽器など、オーケストラ系の楽曲が目立つ。また、メインテーマは男性のみのコーラスによって歌われているのも特徴的である。以下、サウンドトラックに収録された楽曲と、簡単な解説を表記する。一部、EN、ヘイローオリジナルサウンドトラックからの抜粋、など、 約50もの賞を受賞している。ヘイロー、コンバットエボルブアワーズ。ありがとうございます。